鳥居川下流。長野市と野町、浅野付近鳥居川は、品野川水系支流の一級河川である。長野市の都学市地石湖清水が原を水源に、いくつかの川や沢の水を集め、長野市と上見の地群品野町の境付近から、鳥居川の故障で呼ばれるようになる。都学市奥舎の鳥居のそばを流れ下るので、この名前がついたと言われている。 その後、飯綱町で八蛇川などと合流し、再び長野市に入り、豊野町地席を流れ千曲川と合流する。上流部では典型的な V 字国を形成し、中流域ではし岸球を形成している。これは飯綱町付近で観察される。下流部では長野市豊野町、大倉地席付近から扇状地を形成し、千曲川と合流する。 上流部では環境省が定める生活環境の保全に関する環境基準で A 類型に属している。中流域からは生活排水の流入のある場所もあるが、流域における下水道の整備が進んでおり、今後水質の改善が進んでいくものと思われる。江戸時代から用水開発が行われた。川岸に沿って水田地帯が広がり、 その用水の水源に鳥居川から取水している。その単用水や発電用用水としても利用されている。1995年7月梅雨前線による豪雨により増水し、7月11日夜間昭和橋に大量の土石や流木などの流化物が引っかかり、氾濫した。7月12日朝になっても昭和橋付近からの住宅地への流入は続き。 砂け口のない氾濫水は、毎時50センチメートル程度の水上昇を続けた。なお、この地区の内水排水施設が1995年1月に完成していたが、施設の電気施設は水没し稼働できなかった。また、消防団は22台の移動式排水ポンプにより、排水作業を行ったが、泥水により、排水ポンプは十分に機能しなかった。そのため、 自主決壊による排水を試みたが、導水路が削られ鳥居川の破堤に至った。この氾濫により千曲がり川堤防を兼ねた、国道18号線と鳥居川の堤防に囲まれた33ヘクタールが浸水し、床上浸水244個、床下浸水89個の被害が生じた。ありがとうございます。